2013年のオリックスバファローズでは、2013年シーズンのオリックスバファローズの動向をまとめる。この年のオリックスバファローズは、森脇浩二監督の2年目のシーズンである。マハラ・タ平野圭一、糸井義雄、平井ト志らを補強し、前年再開からの巻き返しが期待されたが、前年再開だったチーム防御率がリーグ1位になった一方で、 二年連続でチーム打率がリーグ再開となり、レギュラーシーズンを5位で終えた。シーズン終了後には、谷義友が2006年以来の復帰を果たした。前年再開に終わったオリックスは、積極的にチームの再建を図り、20人以上の選手が入れ替わった。投手陣では、トレードや FA 保証により、東野俊、真原隆弘、八木智也を獲得した一方で、 木サヌキ寺原隼人が対談した。野主人はトレードにより、糸井義雄を獲得し、FA で平野圭一がチームに復帰した。その一方、トレードで赤田翔吾と大引刑事、FA で日高剛が対談した。交流戦や編みかけは規定投球回数以上の、選手編みかけは規定打席以上の選手本校では、 毎シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。本校では本シーズン開幕後から本シーズン終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。